21世紀東京、さらに発展を続ける情報化社会、インターネットはさらなる進化を遂げ、巨大な仮想空間サイバーランドを作り上げていた。サイバーランドはその情報の重要度によりレベル1からレベル8まで区切られており、深い階層ほどより重要な国家機密レベルの情報が格納されている。通常のシステムではこの深層部へのアクセスは不可能である。